それではこれからブルーギルのさばき方の紹介をします。ブルーギルは大変美味しく食べられる魚です。皆さんあまり知らないと思いますが、そのやり方を紹介してみたいと思います。一番美味しく食べられる料理方法は刺身です。びっくりされると思うんですけれども、滋賀県の県庁が配っている冊子にはお造りにして食べると美味しいというふうに載ってます。ですので公認です。安心して食べてみてください。それではさばいていきます。ブルーギルは、普通釣れた魚もっと小さい魚が多いです。でも小さい魚だと本当食べるところが少ないので、なるべく大きいやつを釣ってみてください。このくらいの大きさのサイズからなんとかお作りにできるサイズになります。それではさばいていきます。まずは、見ててください。こんな感じで頭を取ります。続いて尻の部分から肛門にかけて少し切り込みを入れてやるといいと思います。で、内臓はもう全部取っちゃってください。浮き袋も、気持ち悪いですけれども取ってください。で、三枚に、ここから三枚におろしていくんですけれども、ブルーギルは本当に体の厚みが、ないです。平べったい魚です。ですので三枚におろすのは大変難しいんですけれども、頑張って三枚におろしてみたいと思います。これが背骨なので、背骨の両脇を、包丁で切っていくんですけれども、出刃包丁があるとやりやすいんですけれども、まあなんとか普通の用包丁でも三枚おろしできます。それではやっていきます。ちょっと魚が動くんで、キッチンペーパータオルがあれば下に引くと言います、いいと思います。そうすると動かないですね。日本手ぬぐいを引いてもいいかと思います。背骨の両脇を切っていきます。これ以下の大きさのブルーギルだとちょっと刺身は厳しいですね。煮付けか何か、でないと、はい、身が取れました。続きまして皮を剥いでいきます。皮はこっから剥いでいくのがやりやすいと思います。包丁の先を使ってこうやって剥ぐように削ぐようにして
いでいってください。こんな感じですね。はい、ちょっとこっちに置いといて、もう片方もここの部分から添えていってください。皮はヌルヌルしているので、ギュッと握らないと滑るんですけれども、頑張って皮を握ってください。ですね、もっとブルーギルが大きければやりやすいんですけれども、これはもう最低サイズですね。これ以下だともう本当厳しいです。はい、そぎ落とせました。身になります。で、続いて脇腹の部分は骨抜き、トゲ抜きを使えば、まあ、食べられるんですけれども、本当めんどくさいです。なので2通りのやり方を紹介します。まず一通りのやり方、簡単なやり方、この部分からこの部分にかけて、肋骨ですね、人間に当たるところの肋骨があるんですけども、そこはもう捨てます。この部分は食べる部分ですね。で、これが背中、これがお腹の部分なんですけれども、背中と、お腹のちょうど真ん中よりももうちょっと背中側に背骨があったんですけども、その上の部分から上は美味しい部分なんで残しておきます。この部分は、捨てます。では、骨を抜く場合の紹介です。骨抜きがあればいいんですけれども、こんな感じで一本一本抜いていってください。これも大変難しいです。一番ここが難しいと思います。全部身が、骨にくっついてきて取れちゃうんですね、よく。なのでトゲ抜きの先っぽを使って、なるべく身が骨についてこないようにして、骨を抜いていくといいと思います。これをここからいきなりこう抜くと、おそらく身が崩れます。取れました。こんな感じです。さらに
この背骨があった部分からこの体の外側へ向けて小さい小骨があるんです。それを取るのは至難の業です。まあ、尾っぽの部分はもうこのまま見るんですけども、ここですね、手で触ったら分かるんですけども、このちょっと小骨があるんですけども、ここを取っていきます。もうちょっと大きいブルーギルだったらはっきり分かるんですけど、このくらいのブルーギルだと本当に小骨が分かりにくいです。これです。これぐらいだったら食べれないこともないんですけど、刺身になった時の食感が悪いので取った方がいいと思います。はい、取れました。はい、出来上がりです。続いてここからがポイントです。さらにブルギルの身はそのままだと臭いです。なので塩で塩もみをしてやってください。水はほんの少しでいいと思います。濃い濃い、すごく濃い塩水で身をこういう風にして洗い流してやってください。何を洗い流すって、つまり臭みですね。塩はいわば天然の洗剤です。ここにまだ骨ありますね。まさか魚を洗剤で洗うわけにはいかないので、このようにして臭みを調味料で上から押さえつけるのではなくて、臭みを取り除いてやってください。はい、これがおそらくこの中に臭み成分が入ってるんでしょうね。はい、捨てます。でもう一度上洗い、軽く上洗いをしてやってみてください。まあ一回でもいいと思うんですけど、まあ念のため。ちょっと2、3分置いといてもいいと思います。してやってください。大体できてきましたですね。はい、これで下ごしらえは出来上がりです。こんな感じです。ちょっとこの部分は見栄えが悪いので取っちゃってみてもいいでしょう。
これだけになります。今回は刺身にしようと思いますので、刺身は水分があるとあんまり美味しくないので、キッチンペーパーを使って水分を取っておいてやりましょう。まだ骨あるな。まあ本当はもう少したくさん 2,3 匹、作った方がいいとは思うんですけども、とりあえず1匹分、刺身の下ごしらえ完成です。あとはまあ冷蔵庫でしばらく冷やして、食べる直前に切り身にしてわさび醤油で美味しくいただけます。では、これは晩ご飯になりますので、また後ほど。